マルパスの聖オスワルド教会にある家族納骨書のチャムリー家に関する説明。初代チャムリー伯爵、ヒューチャムリーはイギリスの貴族、政治家。1662年から1681年までヒューチャムリー閣下の儀礼称号を1681年から1706年までチャムリー使爵の称号を使用した。初代チャムリー使爵。 ロバート・チャムリーとエディザベス・クラドックの長男として生まれ、1678年5月8日に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学した。1681年5月、父の死去に伴いチャムリー一者を継承したが、アイルランド貴族の爵位だったため、イングランド貴族院の議席は得られなかった。ウィリアムとメアリーのイングランド王位請求を、支持、二人が1689年に、 ウィリアム3世とメアリー2世として即位すると、チャムリーは1689年4月18日に、ナンプトーイッチのチャムリー男爵に移除され、貴族院の議席を得た。1706年3月、イングランドの数密顧問館に任命され、12月には、マルパス子爵及びチャムリー伯爵に移された。1708年4月22日、アン・女王によって王室監査官に任命され、 5月10日に、グレートブリテン枢密院の枢密顧問館に任命されたが、10月6日には、王室会計長官に転じ、1713年に、一旦罷免されるも1714年の常時一世即位に、伴い復帰した。また、1702年から1713年までと1714年から1725年まで、アングルシー、カーナーボンシャー、デンビーシャー、 フリントシャー、メリオネッシャー、モンゴメリーシャー等官を1704年から1713年までと1714年から1725年まで、チェッシャー等官を務めた。1725年1月18日に死去、生涯未婚だったため弟ジョージが借位を継承した。ありがとうございます。